こんにちは、こんばんは。赤髪の友です。豆腐工場作りの続きをやっていきたいと思います。次回はこの後ろに見えるこの2つの建物、まず左から右にコピーして、右はね自動建設で作ったんですけれども、今回は何をやるかと言いますと、少し前に、豆乳サーバーをね作った回があったんですけれども、今回はこの豆乳サーバーを改良したいと思います。自動で入った素材は、豆乳のこの素材ができてたとしても、こういう風に豆乳が作られないという状況になってしまうので、まあ今ここちょっとレシピが違うから作られないんだけども、自分で手を加えないと、レシピが作られないという風なことになってしまっているので、何かアドバイスくださいと、前々回くらいあたりにね皆さんにアドバイスを求めたところ、ツイッターの方で、こういう感じにしてはどうですかという的確なアドバイスをいただいたので、それを実践してみたいと思います。まずは完全に全自動じゃないんですけれども、一回ここを崩そうかな。でそのいただいたアドバイスっていうのは、ここにね自動でアイテムが流れてくるっていうのを自分は作りたかったんですけども、そうじゃなくて、作りたいものの数だけスイッチを押せばレシピがここに流れてきて、作られたものが流れていくという感じで、作るのは一応自動じゃなくて、ボタンをこういう風にカチッと押せば素材がこの中に入るという、ちょっとそれはそれで面白いシステムのものを作りたいと思います。で、自分が作りたかったこの全自動の欠点としては、勝手にねどんどんとアイテムが入ってきちゃうので、こういう風に2スタックになっちゃうと投入ができなくなっちゃうので、そういう面ではボタンの数だけ素材が入るっていうシステムの方のがこんな事故が起きないので、豆乳がスムーズに作りやすいのかなと思います。例えばこれ今卵2つになっちゃってるんですけれども、卵1個除けばこういう風にちゃんとできるんで、こういう風に2列2スタックになっちゃったり、例えばこのお砂糖がね2スタックになっちゃったりしてもできないので、こういう同じ素材が2スタック入ってきたりっていうのも回避できてちょうどいいかなと思うので、どちらかというと全自動よりかはさらに今回もらったアイディアの方のが作りやすそうだなと思います。で、もったいぶってないでさっさと作りたいと思います。とりあえずここら辺を一気に壊しちゃいます。わーわーわー。えいやーと、えいやーと、えいやーと、えいやー。で、どんな風なものを作りたいかというと、ちょっと画像を見てもらえればわかるかなと思うので、画像を表示させます。これをね作りたいと思います。これはいただいた画像そのままなんですけれども、この左のスイッチを押すと、砂糖とかぼちゃが登録されているんですけども、それが反応して、奥のラインに流れていくと、例えば砂糖1回ガチャ、かぼちゃ1回ガチャとなると、砂糖とかぼちゃが1個ずつ豆乳サーバーの方に入っていって、かぼちゃ豆乳ができるというシステム。これはちょっと逆に自分が作ろうとしてたものよりかっこいいものを教えてもらっちゃったんじゃないかなと思う。これはいいものを聞いた。こうだな。でここ一帯をぐるっと豆乳サーバーの場所にしよう。よし、決めた。とりあえずこれ破壊。さてじゃあ作っていきましょう。まずはドロッパーをいっぱい作りたいと思います。ドロッパーっていうのは、一回レッドストーンの入力を受けるとなんかアイテムを吐き出すアイテムだそうです。ドロッパー、これをいっぱい作ります。よし、これぐらいでいいかな。9個もあれば十分ですね。そしたら何にしようかな。ボタンである必要はあるのかな。ガチャガチャっとやればいいわけですね。そうすれば出力されると。ドロッパーをこっち側向きに置く。おお、これがドロッパー。あれ、ディスペンサーは、あちょっと顔が違うんだ例えばこの中に土をこう入れてたとしたら、スイッチ入れると土が吐き出される。なるほど。でその吐き出された先にチェストがあると、このチェストは中身空っぽ。この中に土が1個ある。でガチャッとやると入ってる。これをガチャッとやるとこの中に入ってると。なるほど、ドロッパーからこっちに吹き出すされる。これボタンでもいいんじゃないのかな。ボタンじゃなくてレバーである意味もあるのかな。ちょっとわかんないけど、まあいいや、とりあえずこうしとこう。あ、くっついちゃうな。これなんでくっつかないんだろう。写真のやつはなんでここチェスト
2つくっつかないんだろう。あ、くっつかないチェストの置き方とかあるのかな。これに向かって設置、これに向かって設置、あ、くっつく。あ、くっつかないチェストの置き方なんかコツがあるのかな。ちょっと調べよう。なるほどなるほど、調べてきました。これはね、普通のチェストだとこういう風に真横には置けないらしいです。ここには右クリック今連打してるんだけど置けなくて、こうやっぱ一個間隔開けなきゃいけないみたいなんだけども、トリップワイヤーフックを使ったトラップチェストっていうのを作ればこれが可能になるみたいですね。の冒頭キット、あ、できた。トリップワイヤーフック、トリップワイヤーフックと、チェストをやると、あ、トラップチェストできた。なるほど、これがトラップチェスト。トラップチェスト、まあ見た目は普通のチェストだけど、これを置くと、置けたー、すごい、こんな方法があるんだ。なるほど、これはこれでちょっと勉強になった。トラップチェストじゃなくて、こっちは普通のチェストでいいや。じゃあ普通のチェストこうやって置く。でトラップチェストは開けた時にカチッってなるんだけど、こっちなんない、こっちカチッってなる。カチッってなった時に真下にレッドストーン信号を送るそうです。だからここの下に、TNT の爆弾とか置いとくと、開けた瞬間にドカーンと行くような仕掛けができるみたいですね。なるほど、トラップチェストだ、名前通りっていうのを駆使して、別に今これ赤信号が下に行っても大して意味ないので、でホッパーつけて、でこうして、へえ、トラップチェストなんて便利なものがあるんだ、マジで何年前くらいやってんだって感じだけど、こうこう、あ、こうすれば、なるほど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 、例えばこれをここに土を入れておいて、ここに石を入れておくと、土がどんどんとこのホッパーの中に入っていく。で、ホッパーから、ドロッパーの中に入っていく。ディシャも来てるのかな？うん。こう、上から下にこう、素材が入っていって、で、これで、カチッ、カチッってやると、こっちのチェストに1個入る。こっちのチェストに1個入る。おー、なるほど、なるほど。分かってきたぞ、仕組みが。OK、じゃあ、それではこの仕組みが分かったところで、ここでいいや。このまま真似させて作らせてもらえ、すいません、真似させて作らせてください。で、ここに木のあれを作れば、これで素材が何個もできるのか。よしよしよし、これで素材を吸い出せるわけですね、下に木のエンジンをつければ。 OK、 じゃあこれを何個も作ろう。トラップチェストっていうのがあるんだ、知らなかった。そんな便利なものがあるんだ。ドロッパードロッパー、こんなもんでいいかな。ここもじゃあ埋めとくか。えい。で、ドロッパー。砂糖と、かぼちゃ、砂糖きび、あと卵。全部で4つあればいいのか。1、2、3、4つ。あ、じゃあ、ここは1個いいね。じゃあ、こんな感じだ。で、これで、ここに置いて、あとトラップチェストをまた作ってこよう。おー、なるほどなるほど、面白いな。トラップチェストなんて存在知らなかった。いやー、でもまあこれ見てる人はみんな知ってるんだろうけど、知らなかったよ。ポッパーをポン、あ、ポンポンとやって、こっち側に、こっち側がいいな。これは何なんだろう。あ、これ普通のチェストだ。普通のチェストっていうことは、ここにトラップチェスト、普通のチェスト。おー、いいね、いいね、なんか見栄えがなんかいいな。いいね、いいね、いいね、いいことを聞いた。ありがとうございます、アドバイスコメント。そしたら、スイッチ、スイッチ。お、いい感じ。で、ここで吸い出す。あ、ちょっとこれが邪魔。うわー、卵爆発するぞ、これ。うわー、卵爆発するぞ、これ。こっちの方に逃がしとくか。卵が爆発する。やむを得ないか、これはもう。ほらほら、とりあえずどうしよう、骨ぶん投げてここを連打するか。おら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 、鉄のパイプが、あーと、こことここでいいのかな。そしたら石豆腐輸送パイプをこうつなげて、うん、これでいいんだよね。なんかもう一種類なんか作りたくなっちゃうような気がするから、こうして
チェスト。あ、繋がっちゃった。トラップチェストか、ここは。トラップチェストやってき。ホッパーも結構大量に作っといたから。こうして、こっちは、普通のチェスト。じゃあ、トラップチェスト。OK。で、持って、ここに、ここに木。で、スイッチ。うん、一応5種類にしとこう。何？誰や今扉開けたの。また夜か寝るか。誰だ今扉開けたの。ん？あ、自分か。誰もいないのに怯えるという謎の状況。これは便利だね。なんかこういうさ、こういうなんか、やっぱ上手に作る人はこんな小スペースで作るんだな。これもさらに小スペースでできたりするのかな。でもこうやってチェスト一個ずつ並べる方法なんて知らなかった。みんなは知ってるかな？みんな知ってそうだけどな。こうして、で、真ん中から出るようにする。こうか。おー、いいね、いいね。鉄パイプ持ってこよう。えい。これでも上に向けたいな。せっかくだけど上に並べよう。こう。こうしよう。鉄、鉄、鉄。で、こう来たやつはこっち。で、こう来たやつはこっち。うん、こう行くでしょ。ここから来たやつはもう絶対右に行く。ここから来たやつは右に行く。こっちから来たやつは左に行く。こっちから来たやつは左に行く。で、ここを上に設定すればいいんだ。上か、何か、どこかに。ここではない、どこかへ行けばいいのでしょう。で、これの先が、この豆乳ミッ豆腐フォースミックスリフォーマーであってほしい。金のパイプで、あー、こうだとつながっちゃうし、こうだと曲がっちゃうのか。こう、あー、難しい。だって早く来ないとダメだもんな。金パイプでつなげて、あと砂岩パイプにするかな。そうするか。砂岩の輸送パイプならパイプにしかくっつかないから、こう通せる。こう。オッケー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 。砂岩の輸送パイプなら、ただスピードがな、スピードが遅いんだよなこれ。あ、ここ下下げるとここがつながっちゃうし、こっちにやったら繋がんないし。あ、まずい、ここダメか。あ、まあ普通に水晶パイプでこう繋げれば、ここに来ると、ここのテーブルの上に来るっていうのがいいね。よし、これで繋がった。うん、できた。あ、ドリンクサーバーっぽくない？ドリンクサーバーっぽい。これはいいね。お、いいぞいいぞ。で、額縁作って、その素材のものがここに入るようにすればいい。そしてここにはそれぞれ入るようになればいいんだな。あれたちが別に分けてここに入ればいい。素材が、お、できた、できてきた、できてきた。あ、すごい見栄えいい感じになった。これいいな。これいい感じじゃん。一番小スペースにできたんじゃないかな。もっと小さくできるかな。これもっと小さくできる人、挑戦者募集中。この豆乳サーバー早速じゃあ作ってみよう。卵はここにいっぱいあるもんね。オッケー、じゃあ卵いっぱい入れてみるか。砂糖はじゃあまあここでいいか、よく使うから。よし、これでいいのかな。で、吸い出し用の起源陣を設置しなきゃダメか、そこに。ほい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 、レバーをほい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 、あーや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 ーと、全部入った、全部スイッチ入った。蓋をします。お、うん、いいね。ちょっと暗いか、ここ。うん、あれ、勝手に動き出しちゃってる。あれ、なんで勝手に動き出しちゃってるし、ここ線違うし、
あれ、なんで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 、こうだ、上に行ってほしいから真ん中に集めといて最後こうだ。あ、こうやって開けるたんびに開けるたんびに、そうか、回路レッドストーン入力されちゃってるからか、変に上げちゃダメだったのか。ここスピードを上げたいっすね。これ1回しかスピード上がんないんだよな。金をこことここには金できるけどな、ここのスピードが上がんないもんな。どうしたらよかったんだろう。まあいいや。でできましたと。でここに来てます。できたら自分で、あとは自分でカラビンをここに入れると。そうすれば豆乳が作られてここに入ると。 OK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 。 牛やっつけてくるか。ちょっとついたーと。いっぱい作ろう一気に。あ、せっかくだから豆腐マシン使おう。豆腐カッチングマシンを、豆腐カッチングマシンでこれ一気に棒を量産。やばい、すごい速さすごい速さだー。速っ、いいね。木材1個からこんなにできるっていうのがすごいな。じゃあ皮をぐるっと囲みまして、えい、ぐるっとぐるっと囲みまして、えい、よし、回収。額縁できました。で額縁に貼っていこう。ペタリ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 。おおいいね。なんか自動化っぽい感じがしてきた。よし、あとはちょっと待って、ここの中に入ってるのかな。入ってた。よし、そしたらここはお砂糖で、ここは卵。あ、いいね。あとはさとぎびほうしょうだ、かぼちゃと、かぼちゃとなんだっけ、ココアだっけ。あ、そしたらじゃあこのかぼちゃをここにセット。でも一応翡翠卵の染料、水色の染料ここに入れとけばラムネ豆乳もできると。もう一個素材がなかったので、ここはからだけど、ではこんな感じで皆さんからのアドバイスを参考にさせて作らせてもらいました。おお、ぴったり揃ってる。こんな感じで半自動っていうか、まあ自分で飲みたいものが選べるっていうのはいいですね。スタックの事故も起きないし、豆乳サーバーできました。では素材集めとかも頑張んなきゃね、この豆乳サーバーの。では今回はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。